こんにちは、カノアです、いつもご視聴いただき本当にありがとうございます、チャンネル登録も本当にありがとうございます、タイトルの、並木義和さん、アミエの田舎主の神チャネリングワーク、&統合ワークイン東京大神宮の、セミナーに参加した感想2、になります、これは1がありまして続きの動画になりますので、できれば1の方から見ていただけると分かりやすいかと思います、では続きに、なります、まず問題を作り出さない意識になるということは、今まで問題と思っていたことを問題視しないということなんですね。で、あなたが問題だと思わなかったら問題じゃないんですね。あなたは何でもないことを問題だと思い込んでいる。これは問題。例えば私の鼻が低いのは問題だ。二重じゃないのが問題だ。問題じゃないんですね。で、お金がないことは問題ですよね。問題ではありません。お金がないだけです。胃に病気があるのは問題ですよね。問題じゃないです。胃に病気があるだけです。あなたが出来事に何でも問題視するような意味付けをして、あなたがますますそれをクリエイティブにドラマティックに体験しただけなんですね。で、ずっと胃のことが気になって、だってここに潰瘍があるから、いつもそこがシクシクして痛いし、お腹が減るとギュッとなってくるでしょ？とずっとこれを問題視して、あなたはここから意識を離せない。そうするとあなたのそのパワフルな意識でずっと問題だと思い込んでるものに意識を向け続けていると、もっともっと肥大化します。だから長引くし、新たな潰瘍を作ってみたり、全然違うところにさらに病気を作ってみたりして、どうして私の人生って病気ばかり、問題ばかりなんだろうという生き方をしなきゃいけなくなります。これをやってるのは他の誰でもない自分で、あなたがその見方を変えることができたら問題ではなくなります。あなたが問題視しなくなると問題は本当に消えてなくなります。このすごくシンプルな原理を理解すると、問題なんかどこにもなかったんだとわかります。で、この意識になると問題はもう生み出さないということになります。例えばそのある人が問題なんかありません、軽やかですごく楽しいですと言ってたとします。で、その人を見た時、あの人問題だらけよ、周りにあんな人がいて、こんなことも起きてるし、というのは、これはその人は関係ないんですね。あなたが見ているんです。あなたが問題視している、問題視する意識を持っているから、誰かを見ても外を見ても全てが問題に見えるのです。あなたが問題視しなければ、問題はあなたの人生から消えてなくなります。問題が見えなくなり、問題を解決しようという動きはなくなります。これを頭でだけ理解している人はいっぱいいるんですけれども、なかなか魂レベルで理解している人は少ないと言われていました。どうしても出来事に翻弄されていく、だってそんなこと言ったってお金の問題があるんだもんって無意識に言ってしまう。そういう意識から根本から変えていくことを、やる。これは21日間のアファメーションをやるということで、これを、私は、常にクリアな人生を生きるとアファメーションをするんですね。そうすると、そのタイミングは潜在意識がオープンになっている時で、朝起きてぼーっとしている時、リラックスしている時、お風呂や寝る前とか、こういう時間を
使って私は問題を生み出さない意識になるとアファメーション、もしくは私は常にクリアな人生を生きると、アファメーションします。どちらでもいいんですけれども、自分にしっくり来るものに変えてやること、そうするとすごくすっきりしてくる、ので、たとえ今までだったら問題みたいに感じるようなことを起こしても、そこに突っ込んでいかなくなります。だから自然に消えていくことになります。これは、見て見ぬふりをするのとは違うんですね。見て見ぬふりをするというのは、問題と思っていて、これ問題じゃないのよって言い聞かせながらっていう、そうではなく、意識がそういうふうに変わってしまうってことは、一切問題視するエネルギーの動きがないので問題は消えていくんですね。これの違い、あなたがどこかこれは問題だとどこかで思っていて、これは問題じゃない、問題じゃないと言い聞かせているのは問題だと思っているからなんですね。だからこれではずっとそれは居続ける。意識の中から問題を生み出すというエネルギーをアファメーションすることで全部押し出して、問題という捉え方をしないクリアな意識へと変化してさせていくということ。こうなると全然変わります。それで代わりに何が起きるかというと、あなたが問題にエネルギーを使わなくなるから、クリアな意識になって、常に問題と言って自分の中が曇ってしまう、あのことはどうすれば、このことはと、お母さんとどう関係したらいいのかとか、ずっと思考があなたを曇らしていました。それはエネルギーが曇ることになります。霧がかかるみたいになってますます見えなくなります。これを、クリアに存在していると、何も問題視してないし、何が起こってもニュートラルに物事を見ていると曇らないんですね。で、真実をありのまま見るという目になっていくと、曇りはなくなります。曇りがないととてもクリアで、だから あっちに行けばいいんだなとか、これは自分がやることじゃないとか、これが自分がやることだと明確に自分の中で取捨選択ができるようになります。ここがすごく大事ということです。で、これが今できないんですね、やりにくいんですね。なぜなら宇宙のエネルギーもすごく動いているから、世の中が全く新しいエネルギーに、変わっていくために、古いエネルギーがバタバタ店じまいをしているんですね。で、あらゆる面で崩壊するということは、新しいものが生み出されるチャンスなので、ギリギリ限界を体験することによって、その先が今のやり方でできなくなったというところまで来たということなんですね。で、そしたら違うやり方、アプローチをしないといけなくなります。で、それをクリエイティブにどうやるかはこれからの課題なんですけれども、そういうことが起きるのは、より良いものに変化していくためというふうに言われていました。最後になりますが、こうアファメーションしたり、ワークをしたり、やはり、常にどこかね、そういうことを意識して、心がけていないと、やっぱりこう日常生活の中ですぐにこう忘れてしまいがちになるので、そうですね、こう意識し続けるということがとても大切だなと思います。とにかく私たちは一番の目的っていうのを忘れてはいけないと思うんですね。この地球に何をしに来たのか、魂の目的を、目的をこう果たすことが一番私たちにとっては重要なことなんですね。それはもう
この時代に生まれてきた人たち、こういう情報に触れている人たちというのは、アセンションですね、次元を上げていくこと、波動を上げていくことだと思うので、それが、一番大切なことっていうのを常に頭に置いて、何よりも、それに意識を向けて、それを、優先させていって、日々の日常の感情的なものに、なるべくとらわれないように、意識をこうずっとこうアセンションの方に向け続けるということが、とても大切なのかなと思いました。では、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。